神戸海洋少年団海洋少年団、正式名称、公益社団法人日本海洋少年団連盟は、少年少女に対して海洋に親しむ機会を与え、健全な育成を図る活動を行う団体で、海事思想、海洋に関する科学的知識、海上生活に必要な技術の普及、団体生活による社会的特性の寛容、国際親善への寄与を目指している。 元国土交通省及び文部科学省の教官。各団によって多少の差があるが、小学生から高校生までが団員として活動できる。指導者は各海洋少年団を卒団した者やボランティアとして派遣された海上自衛官や海上保安官など、海について知識、経験豊富なものなど関係者が指導を行う。手端信号、傑作、カッターボート、 ヨットや海上自衛隊、海上保安庁による体験公開を行い、全国各地にある団が独自に、日本海洋少年団連盟のプログラムに基づき、活動している。また、奉仕活動も積極的に行っており、海岸や町の清掃奉仕、水難救助のための青い羽根共同募金をはじめ、各種募金活動などを通して、奉仕の心を養うことを目的としている。 野外体験も行い、キャンプなどを積極的に取り入れている、単位団も多く存在する。手旗信号、水泳、カッターボートの競技会が行われている。全国海洋少年団の団員と指導者が一堂に会する、海の祭典である。名誉総裁である、高窓宮妃が臨席し2年に一度に行われている。大会によっては、市内パレードなども行われている。 1991年の第40回大会まで毎年開催されていた。1993年から各年開催になり全国大会のない年は各地方で地方大会が開かれている。2007年8月に第48回全国大会が千葉県千葉市で開催された。 2009年8月1日から8月3日に第49回全国大会が愛媛県松山市で開催された。2011年7月31日から8月1日に第50回全国大会が鹿児島県鹿児島市で開催された。2013年8月2日から8月4日に第51回全国大会が東京都で開催された。 2015年7月31日から8月2日に第52回全国大会が東京都で開催された。2017年8月4日から8月6日に第53回全国大会が福岡県で開催された。2019年8月2日から8月4日に第52回全国大会が東京都で開催された。傾向として開催地の段が 上位に入賞することが多くある。ありがとうございます。